はい、木曜日の夜9時半です。今日はですね、ちょっと用事があって東京に行って、で帰ってきてトレーニングをして今帰宅しました。今日からですね、カーブアップが始まります。木曜日、まあ、今日あんまりもう時間ないですけど、まあ、2回ぐらい食べて、明日金曜日土曜日1日とカーブアップします。今週は月火水とかなり、カーブを落としてたんで、もう結構スカスカですね。はい、で今日もさっきトレーニングしたんですけど、もうかなり力出ないです。はい、まあ、でも今日から元気にして、トレーニングは明日、もう一回背中をやって終わりなんで感じですね。はい、今年はですね、カーブアップを全部動画で何食べたか量を記録したいなと思ってますね。よろしくお願いします。まず餅ですね。切り餅をこれ4つ分ですね。最初のやっぱカーブアップなんで非常にめちゃめちゃ食べたいですけど、これ多分すぐ飽きます。もう明日はもう食べたくないっていうぐらいになります。はい、まあ、あんこはほどほどにして、はい、いただきます。塩分はちょっと控えめでいくんで、まあ、醤油とかはあんまつけないですかね。水分はまあちょっとほどほどに取っていきます。まだいただきます。美味しいですね。まあ、そこまで水分塩分はシビアにはしないですけど、時々餅が飽きたらご飯にしたり、欲しいものにしたり。カーブアップ始めて早々ですが、ちょっとお腹を壊しておりまして、ちょっとお腹が痛い痛いけど食べます。多分トレーニング中に飲んだペプチドがちょっとなんかちょっと取りすぎた感じかもしれない。ちょっとお腹がピーピーな感じですけど食事中だし、まあ餅は大丈夫です。大体これ切り餅1個は 50g で、約ほぼ半分が炭水化物ですかね。なんで今これ4つなんで、200g の餅で炭水化物が 100g って感じですね。米だと3割強ぐらいかな、4割いかないぐらいなんで。あとご飯はやっぱ水分もあるんでお腹が張っちゃいますね。まあ、もちろん一番一回で食べる量も多いし、次までのこう消化も早いので一番やっぱ入るかなと。もうこっからは肉はほとんど食べないです。とりあえず1食目まで。次は何時間後？次は今9時半でしょ。11時ぐらいですかね。1時間半後にはもう一回食べます。その次は？後ほど。その次は？ちょっとお腹空いたらまた夜中も食べるかも。もう朝とか昼とか夜とかあまり関係なく食べるんで。はい。はい。お疲れ様です。後ほど。木曜日の10時40分です。さっきから1時間しか経ってないですけど、お腹が空いたんで2回目のカーブアップ食ですね。また餅を今度は3つにします。水分はさっきから取ってないですね。ちょっとも飲んでないな、さっきも。まだ全然あるしね。明日も朝からずっと餅。でも餅。時々ご飯。ですね。ありがとうございます。10月8日金曜日の朝、今5時です。カーブアップ2日目ですけど、まあ今日からって感じですかね。はい。卵を食べたいんで卵を食べます。2個。あと餅がまた4つ分です。いただきます。今日は一応いければ
体重1キロにつき15グラムぐらいから20グラムぐらい入れたいですね。結構な量だと思います。体重80だとして1600グラムの炭水化物なんで、餅が1個で25なんで70個ぐらいになりますかね。70弱ぐらいになるかな。無理ですね、多分ね。ちょっとね、60でも1時間に1回これだけ食べて15時間かかりますからね。はい、金曜日の11時半です。今日3回目の、食事です。また餅を、4つですね。はい、体重はさっき、ね、測ったら全くまだ変化はないですね。プラマイゼロって感じです。昨日の夜の、9時半からか食べ始めて、これでちょうど20個食べましたね。はい、まあ外、今日トレーニングもあるし、外でも出るので、まあ餅だけじゃなくおにぎりとかそのあたりも食べる感じですね。ごちそうさまでした。はい、金曜日の、お昼の1時です。3時からトレーニングがあるので、ちょっと辛めの干し芋を食べます。ちょうど 100g なんで、300カロリーぐらいですかね。1袋が 100g です。北海道産のお土産でいただきました。なんか生クリームが乗っとるような味がする。生クリーム乗ってる、これなんか濃厚なの、食べてると甘い、わかる。わかる、わからんか。おいしいもんばっか食ったんでわからん。なんかつまみ系で炭水化物取り続けるなら干し芋が一番いいかもしれないですね。気づいたら、あ、こんなに食べたんだみたいな。あとカリウムなんかも多いので、それに気にされる方はいいかなと思いますね。ごちそうさまでした。はい、金曜日の夜もう11時になっちゃいます。ちょっとだいぶ空きましたが、昼はですね、今日移動中にいろいろじゃないの、干し芋をたくさん食べてます。でトレーニング中にカーボドリンク取って、で今ちょっといろいろ用事を済ませて帰ってきて、ここからまた食事を、餅4つです。餅4つ毎回ね、餅4つです。ちょっと欲しいものが続いたんで、ちょっと新鮮です。今日はまだもう2回ぐらい食べる感じ。何個食べたら飽きてくる？ん？何個食べたら飽きてくる？何個？うん、何個ぐらいから？10個ぐらい。10個、うん、まあ、みたらし団子とかあの辺だとちょっと飽きないです。この甘い塩気のない甘さが、別に塩分を気にしてというよりはあんの糖も入れたいんで、あんこが多いだけで、うん、っていう感じですね。だからもうきなここうなっちゃうもん、お皿についちゃうもん。これ朝怒られたもんね、ママにね。朝ここにあったよ、パパだよ。近いよ。パパだよ、パパ、パパ。実感後ですね。はい、ごちそうさまです。で、金曜日を12時回りましたね。もう土曜日です。
さっきが11時、うん、1時間経ってないか、1時間ぐらいですか。餅4つですんでもシャワー浴びてもう一回食べようかな。もう一回、うん、入ってからもう一回ちょっと腹持ちがいいよね。最後は白米をごちそうさまです。はい、土曜日の深夜1時です。先ほど1時間前に餅を4つ食べて寝る前で今日ご飯です。山盛りで多分300-400g ぐらいですかね。350ぐらいか。僕はね、いつも白いご飯だけで食べてるんで、全然こういうのでも平気でどんどん入ります。ちょっともうちょっとおかわりします。これで多分400、さっきの高さで400ぐらいですかね。ご飯はね、おかずが食べたくなりますね。まあまだ寝る前なので、ね、金曜日の夜みたいな感じですけど、これで終わりです。また明日頑張って頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。土曜日の朝7時です。餅4つです。ちょっとずんだの元があったのこれを。そもそも餅がダメだな。もうちょっと飽きてきた、うん、笑顔がない。笑顔がないですね。でも不思議に肉とか食べたいって感じにはならないですよね。はい、土曜日の9時半です。今日2回目です。餅4つです。笑顔がなくなりましたけど、これ醤油っぽい方が餅のあの分かる水臭さ、うん、もう消えていいね。味がちょっと強い方がいいなのかな。今日は昼からカラーリングをして夕方東京に行きます。これ使ってみんな餅を食べなくなりました。いただきます。何分？2分30秒4個を2分で食べる。やっぱりみたらしはいいわ。ちょっと久しぶりですね。今日は朝食べて途中ずっと欲しいもと移動とかがあったの欲しいも、あとみたらし団子おにぎりみたいな感じで移動しながらちょび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 食べ続けて、今ホテルに着いて餅ですね。生餅とこんな感じで。ということはそれ1個で、まあ、仮に50とするとカーボン 25g ぐらい、ね、で粒あん今どうですかね、まあ、15g ぐらいか。シュールかつシビアな絵面ですね。あと何グラムぐらい食べなきゃいけないんでしょう。これメロンソーダ、木澤さんメロンソーダですか。これは結構カーボ入ってるじゃないですか。ちょっと水が少ないんでなんか軽い頭痛のような反応が来てます、うん、大丈夫です。いいですか。はい、大丈夫です。ほっといて、はい、水は取らない。あんまり 500ml に抑えたいですね。1日1日、うん、おはようございます。おはようございます。今日は実質1食目、2食目ぐらいですか。もう今日当日なんで今日もかなり控えめで朝餅行こうと思いました。今日今10時で6時ぐらい
そうですね。メインのステージまで。6時間、8時間。1時間半おきに、まあ、カーボとしては20ぐらいですかね、入れていって、だからこのタイミングで塩分、今まで控えてた分、はい、一気に戻していこうかなと思うんで、はいはい、ちょうどいい食材として。ケンドルが買ってきてくれたので、ソース焼きそばですね。UFO ですか。これソース焼きそばの中でも塩分量が比較的多くて、はい、食塩相当量 7g 以上入ってるんで、はい、これを3分の2ぐらい。3分の2ぐらいいただきます。いきます。いや、これはうまそうだな。これは好きで食べてるわけじゃないですからね。仕事の一環ですから。仕事。いただきます。これは塩と油も入れてる感じなんですか。そうですね。特に飽和脂肪酸が欲しいです。クリーンな、すぐ代謝してくれるものじゃなくて。でもまだ体脂肪になるには、うん、コンテストの時間加味しないと全然時間はもっとかかるんで、あとこちらですね、梅干しですね。梅干し全部だとちょっと多いかな、今のコンディションを加味すると最後の一口で、もう半分は全然いっていいですよ、6割ぐらいいっていいんで、あと梅干し一つ入れてくださいね。また後ほど攻めます。うまい、あーやっぱうまいな、塩っこい、塩っこい、うまい。昨日もつばっかですから、血管が結構出てきた感じしますね。そうですね、なんかもうまあ楽しみですね、はい、まあ、あくまでもステージングでベストな体を持っていきたいと思いますね。